行くね。ピコはもう留守番。留守番。ピラも留守番。あ、ピコなんか気がついた。パパ帰ってきてみたい、帰ってきたみたいです。今日外でお仕事。ん？ピコは気がついたか？いや、全然気がついてない。テナ行かなくていいの？そわそわし始めました。ピコすぐ吠えるんだよ、うるさい。帰ってきた。帰ってきた。チラ甘えてる。ただいまちゃん。ピコ何？もういいのお寺。おはよう、寺。近い近い。はい、おはよう。近い。この脱税事件に寺が怒っております。あ、よくないな。ないで持ってきた。やらしてやらしてピコやらしてこれやらしてテロもテロもやらしてじゃあやらしてうん。
変なとこ入るから。ピコ寝るよ。抵抗しております。抵抗して、はい、ピコお家だよ、寝るよ。はい、行こう、お家、はい、お家、お家、はい、行くよ、ピコ行こう、お家、お家、はい、行く。チェックして、行きたくないらしい。あ、もう寝るよ、ピコ。おやすみだよ。はい、おやすみ。はい、行こう。はい、行こう。はい、落ち行こう。ピコ。出てこい。え？寝た？はい、座れ。待て。伏せ。座れ。安堵。私たちの社会、ロシア社会は本当に幼稚な社会だと、まあ、はい、色つりで立ち上がるんだとっていうこと。さ、そんなロシア、来月大きな節目を迎えます。こちらご覧ください。で、大統領選挙なんですけど、これ、反戦候補は立てるつなんて生まれるのよ、ハニー。だから探せばいいの。ハミドアスリートでもって、私もこの先は TBD。 リコちゃん、行かないよ、乗って。よし、待て待て待て、てろてろ。ちょっと、てのどこ向いて言ってんの。そう、乗って、待て。そうそうそう。
バランスいいね。え、乗って片足だけじゃん。そう、ステイ。グッ。プラサイズのそのままのびのびサロンシステム1棟700グラムだったんですよ。めっちゃ気持ちよさそうやけど顔が。